いやー、トウコさん、3ヶ月ぶりの部屋キャンお久しぶりです、皆さん。プ。いいですね。3ヶ月空いちゃったから、ちょっとキャンプの準備の仕方忘れちゃったでしょ。いや、もう忘れましたね。さっきまですぐバタバタしてましたよ。で、今日は第6回ということで、どんなことやるのかっていうと、実は第1回のバージョン2みたいな感じの位置づけで、去年の6月にも基本の操作を学ぶってテーマでやってたんだけども、今回はそれの、バージョン2ということで、ちょっとまだ違いやり方でやってきます。で、今回も、皆さんの、ご質問に、リアルタイムで回答してくれる、スーパーサポーター、湯口美沙さんです。ご紹介します。どうぞ。はい。湯口です。よろしくお願いします。しお願いましす。ます。湯口さんは本当にすごいスピードで皆さんの XE に関する質問を回答してくれると思います。じゃあ、どこで質問するのかということなんですけれども、皆さん今どこでご覧になっているか、 xetrail.com/live の URL でご覧の方はですね、画面の右側に、ちょっと僕の画面出しましょうかね。はい、画面の右側、出ますかね。はいはい。こんな感じで、なんか質問を非表示、表示っていう、こう切り替えボタンがあるんですけど、ここで Q&A で、書き込んでいただければ、井口さんが回答してくれます。で、これは匿名で全然書き込めますので、ぜひぜひ活用してください。それから隣にあるポールズっていうところなんですけど、これは、番組中に何度かこちら側から皆さんにご質問します。XE の利用経験について教えてくださいっていうのが今の、なんだろうな、ポール、アンケートみたいなものなんで、もしよかったらこちらも回答してください。さて、はい、XE トレイルミートアップ、デイワンのヘアキャンプを早速じゃあ始めていきましょうかね、トウコさん。はい、先生お願いします。はい。で、そうですね。今日皆さん一緒に学べますっていうのはですね、この番組の教材をダウンロードっていうところがありますけど、ここからワークショップキットを落とせますので、ぜひここからダウンロードして皆さんも一緒にね、やっていけたらいいなと思います。さてさて、で、そのダウンロードしたワークショップキットの中にはこんな感じで、PDF が入ってます。で、実際ダウンロードしたフォルダを見てみるとこうなってますね。ステップガイド PDF、 こちらを見ながら、そしてこのトピック1から4まであるフォルダの中の XD ファイルを使って、学んでいきます。実践しています。ということで、じゃあどんなことをやるのかと、見てみますと、まずトピックの1、基本レイアウトの作成です。これやりますね。で、休憩挟んでグラフィックの作成、これがトピック2で、そのスタイルの起用、そしてプロトタイプの作成と共有、ここまで今日全部やっちゃいます。なので、まっさらな XE ファイルからスタートして、で、ね、最後は動くプロトタイプが出来上がってるはずだと。これを2時間以内に目指して この2時間で作られマスターをしましょやりましょうね。なので皆さん、ぜひぜひ、ダウンロードして、一緒にやりましょう。さて、じゃあトピック1、基本レイアウトの作成です。で、ここはね、何をやるのかっていうと、結構いろんなことやるんですよ。うわ、こんないっぱいやるのと思うかもしれませんが、長くて30分ぐらいで、サクサクやれば20分ぐらいで終わってしまうような、そんな感じなんで、早速やってみましょうか。じはい、お願いします。ゃあ、とうこさん、画面をお願いします。はい、今こちらが私のデスクトップの画面になっております。はい、じゃあね、トピック1でどこまでやるのかっていうのをちょっと見たいので、はい、ワークショップキットね、これダウンロードして開いた状態、これのコントピック1コンプリート XE ファイルを、開きます。すると、2つのアートボードが出てくるんいますね。ですね。はい。で、これ左側がトップページ、右側が出品ページで書いてあるんで、今回は、スマートフォンの
PC ウェブページ、ウェブサイト、そんな感じのものを作っていこうと思います。はい、はい、じゃあね、こちらも閉じて OK なので、うん、はい、じゃあ XD の新規ファイル名からファイルの新規ですね、はい、で、どこからスタートしてもいいんですが、今日はね、あえてまあカスタムサイズからやってみて、カスタムサイズ、うん、はい、スマートフォンのやつ使うなら一番左でも全然いいんですけど、うん、同じなんでね、そこをちょっと、ご案内しつつカスタムサイズをクリックしてください。でも数字入力せずそのままで OK ですか？どちらでもいいです。ではそのまま開きます。はい、数字を何も入力しないで開いた場合はこんな感じでも真っ白、うん、アンドコードがどこなのか分かんないよね。そうそう、これはまあ一応アートモードがない状態の XE の表示はなんだけども、うん、じゃあ、今回2画面作ってトップページとそれから商品ページのアートモードは2つ必要なんだけど、それはどうやってやるかというと、そう、左のツールガイドのツールバーのアートボードツールを、ね、使います、ね、はいはい、じゃあそれです、ツール持ち帰ったら適当にドラッグして好きな形のアートボードをまあ、何個でもいいから作ってみてください。はい、とりあえず2つ、うん、ね、うん、こんな感じで自由自在で作った後ももちろんあのサイズは変更できるんで、うん、ターゲットにするデバイスのサイズに合わせて自分で好きなようにアートボードを設定する。で、じゃあよく使う iPhone とかそういったもの、それはですね、右側のプロパティインスペクターのところにもうテンプレートがいっぱいあるので、それを使いたいですよね。それからもう好きなものを選んじゃって OK ですか？ね、今回は iPhone X、XS、11 Pro。上から3つ目のここです。うん、はい。お、もうクリックしただけで自動でアートボードが。そうね。で、まあ、ご覧になってる方で一緒にやる場合はもし自分の iPhone もしくは自分の Android 端末のサイズが分かっているならばそちらをもしくはそれを自分でサイズ設定して作ってみてください、うん、もちろん全く同じように iPhone 自分のサイズ関係なく同じようにやるっていうのとも全然構いません。はい、じゃあ今、2つアートボードがあるんだけど、まあ、とりあえずねその XD の画面の上の方見てみてもらうと名称未設定って書いてあって、はい、まあ、ちょっとね何もファイル名もつけてないのでそこ名前のとこクリックしてみて、はい、そうすると、名前つけられますんでここでトピック -1 と打ってみて、トピック -1 をちょっとすみません、はい、保存で、まあ、これハイフンクラウドに自動で保存されております。はい、まあ、ハイフンじゃないけどいいでしょう。あ、アンダーバーでした、すいません。で、これクラウドマークがついてるってことでもうクラウド自動保存されるクラウドドキュメントになりました、はい、そしたらねまずあのデザインをして、まあ、レイアウトしていきやすくするためにガイドというものを使います。まあ、Photoshop、イラストレーター、他その他のツールがよく出てくると思うんだけど、うん、XD ガイドあるのみたいな感じであんま使ってない人もいらっしゃるかもしれない、知らない場合もあると思うんですけど、どうやって出すのかっていうとアートボードの、あ、そうね、まず選択ツール、そう、選択ツールにして、でアートボードの左端にそーっと、そう、重ね合わせると矢印が両サイドになる、うんうんうん、ね、それをそのままドラッグしてぐっと右にやるとガイドが引けますね。はい、で今回左から20のと右から20の2本を引きたいので、はいはい、では20で、そう、来ました。でさらにその、今引いたものから内側に160のガイドをまた2本ずつ、内側に160、そう、160、うん、右から出ないんですよ、左、右から出ないんですね、なるほど。でも右からのガイドもちゃんと出てくれるんで便利ですね、うん、あ、150件になっちゃった、
はい、じゃあ、まあ、今回はやらないけど、はい、水平線引くのはどうするのって言ったら上から引けます、うん、上からも引けますね。そうそうそう、でちょっといらなくなったガイドは上にドラッグアウトしてあげれば消えます。はい、じゃあこんな感じで、レイアウトをする準備ができたので早速、はい、やってみましょう。で、XE はね、左のツールバーもものすごいシンプルになってて、うん、もう何個ですか、9個か10個ぐらいしかないと思うんだけど、今選択ツール使っていて、で、その下の長方形ツールを使って、今から、まあ、ヘッダーのエリアをちょっと作っていこうかなと思うんですね。はい。はい。じゃあ、長方形ツール選択して、はい、その、左のアートボードの左端から右端まで目いっぱい広げた長方形を作ります。で、高さは、130、高さは130、うん、でもちろん右側のプロパティインスペクターで数値入力して130をしてもいいから、どちらでも大丈夫ですね、はい、じゃあ次は、テキストツールを持ちましょう。テキストツール、はい、なるほどね。でそこで、ロゴは後から読み込んで配置するんで、それまではちょっと当てでロゴってカタカナで打っといてください。はい、ロゴと、はい、多分真ん中の方ですよねもうちょっと上の方に配置かな、はい、うん、です。で、まあ、今スマートガイドが出たからすごく簡単にアートボードの真ん中に置けたと思うんだけど、整列とかね、ちょっと右上のテロップを消してもらいたいんだけど、はい、まあ、イラストレーターとかフォトショップとか、はたまたパワーポイントとかでもよく見るような整列の、はい、機能がもちろんありますので、もうその辺使って、うまいことやってください、まあ、ほとんどの場合は、XE の場合はスマートガイドでね、手でドラッグしてうまく調整できると思うんだけど、はい、じゃあ次いきます。ちなみに今ステップガイドはどこにいるかというとですね、5ページ目の下の方まで終わりました、うん、そうで、次6ページ目のところいきます。あ、6ページ目の真ん中まで終わったのかな。次、検索ボックスの作成、うん、まあ、どんな商品があるのかなっていうのをね、その際に検索してもらいたいので、うんうんうん、検索ボックス作ります、はいはい、まず長方形ツール、はい、で長方形ツールとかものすごいよく使うからショートカットキーをね覚えたいですよね。レクトアングル、はい、R ですと、そう、長方形ツール持ち替えてくれるおお、わかりますかね。今ちょっと選択ツールなんですけど R を押します。四角に、うん、切り替わってます。あとそれ以上によく使うのが選択ツールだからね、うんうん、すごいですよね。 Adobe のツールはだいたいそうなってるんで、選択ツールを押したかったら V を押せばいちいち行ったり来たりしなくていいんですね。なんでまた R を押してもらって長方形ツールに持ち替えてで、内側のガイドとガイドの間を目いっぱい、ごめんなさい、そのガイドから右側のガイドの、そう、そこまで言ってやって、高さ40の長方形、高さは40の長方形、これ検索の窓だね、窓検索入力フォーム、はい、うんうん、で今度テキストツール、今度はテキストツールは T ってやると持ち替えられます。そのまま分かりやすいですね。分かりやすいね。でキーワードで探すと、キーワードで探す、うん、で左揃え、まあ、左側に寄せて置いてもらって、まあそんなとこだね、うん、はい、うん、そしたら、レイヤーパネルをちょっと使ってみます。今すでにレイヤーパネルが開いてるんだけど、トウコさんのちょうど後ろに隠れちゃってるんだが、アイコンがありまして、そこからレイヤーパネルを開けます。あ、背中のところにいるそれその青くなってるやつね、左下の下から2番目、
これですね、はい、もしくはコマンド Y で開けます。Windows はコントロール5体。で、このレイヤーパネルを見るともすごく分かりやすいんだけど、ちょっとじゃあキーワードで探すあたりをクリックしてもらって、はい。はい、そうすると、XT のレイヤーパネルって選択、現在作業中のアートボードのレイヤーしか出さないのね。うんうん、イラストレーターとかだともう全部ドバーンといると思うんだけど、アクティブなアートボードの分しかレイヤー出しません。なので、すっきりして見えるね、うんうんうん。で、キーワードで探すっていうテキストと、その下の長方形、入力するこの長方形2つとも選んで、で、右クリックでグループ化します。グループ化と。はい。で、今の作業はレイヤーパネルでもできますね。うんうん、でもね。こっちでもちょっと待ってますね。でそこのグループ1の名前を検索ボックスという名前にしましょう。検索ボックスと、はい、で今回はこういったレイヤー名とかいろいろな名前を全部日本語でつけていくんだけど、うん、皆さんの制作環境というか制作チームのルールに従ってつけたりいただいた方がいいと思うんで、まあ、今回は分かりやすく日本語でやってますけどね、また多分ローマ字というか英語で打つのが多いと思いますけど、はい、そんな感じでございます、はい、そしたら今作ったやつ全部選択してグループ化しましょう。ですか。これもさらにグループ化をしました。はい、そしたらそのグループの名前をヘッダーにすると、グループの名前をヘッダーに変更です。はいはい、じゃあステップガイドの、8ページ目かな、はい、ステップ6、キービジュアルとボタンの作成で、ヘッダーのその下にキービジュアル、まあ、要するに画像だね、うん、配置したいので、そのための、まあ、枠を作っちゃおうかなと。で長方形ツール、はい、はい、R を押しても、うん、それをグッと両サイド画面いっぱいアートボードいっぱいで高さが240、が240数値を入力します、うん、で上にぴったりつけちゃってください、うん、はい、はい、ぴったりつきました。でその下にボタンを2つ、配置したいと。でまず1個目作りますね、はい、長方形ツールで、そうね、ガイドとガイドの間で、で、高さは48、高さは48、うん、でガイドのガイドの間目いっぱい、左側のガイドの2本160の幅になるはず、はい、できました、はい、そしたらその上にラベルをつけたいので、まあ、テキストツール使って、はい、新着アイテムを入力します。新着アイテム、うん、はいはい、まあ、四角とテキストだけでとりあえずボタンの定義ができましたので、これも中央揃え、やりたいの でその場合は長方形も選択して、テキストも両方選択して、中央揃え、うんうん。できてますね。そうね。で、これちょっとポイントなんだけど、テキスト自体、そのラベル自体も中央揃えになってるね。はい。はい。OK です。そしたらそれをグループ化してください。はい。こちらもグループ化。はい。で、グループ名ボタンで。OK です、はい、そしたら右側に同じようなボタンを置きたいので、まあ、いろんな複製の方法がある。例えばコマンド D もしくはコントロール D、うん、ウィンドウだともあるけど、オプションキーを押したままドラッグを右側にしたい。オプションキーを押したままドラッグを複製が簡単にできました、うん、そうそうね、こんな感じでいきましょう。そしたら右側のボタンのラベルはカテゴリーから探すにしてます。こちらのちょっとはみ出しちゃってます、okay、 はい、でそうね、スタイルは後で適用させるからいいんだけど、ちょっと今さすがに見づらいので、ラベルを小さくしたい。で今って、グループを2つ作っているので新着アイテムの方も直したいよね、一緒にね。そうですね、検索するんだったら。でグループ内のアイテムを離れたグループ、うんうん、
それぞれ別のグループの中にあるアイテムを選択する方法っていうのがあって、まあ、一番簡単なのはレイヤーパネルでコマンドキーを押しながら選ぶこと、うん、レイヤーパネルでボタン下の閉じてるボタンの方を開いて、でテキストを選択したかったらコマンドキーを押して、うん、コマンドキーだよね、はい、コマンドキー、コマンドキーを押せば、うん、2つ選べる。だけどもし、アートボード上でそれやりたい場合はどうするかっていうと、あ、自分でいつもサクサクってやってるから言葉でうまく説明できない新着アイテムを今1個選んで、はい、はい、テキスト選んで、ここでシフトキーを押しながらコマンドキーを押すとこうできるようなのが、はい、こうするとそのグループをまたいで、その中のアイテムっていうものを選択できるやり方です。シフトキーを押して最初にコマンドキーじゃない、最初に何かを選択して、うんうん、グループの方のシフトキーを押したままコマンドキーを押すと、うんうん、まあ難しいと思ったらレイヤーパネルでやれば全然いいです。で、テキストをちょっと小さくしましょう。はい、今20なんだね。16ぐらいにしてるんですか。では16で、お、ちょうどいいサイズになりました。はい。さて、じゃあ、次は9ページ目かな。ステップ7、商品一覧の作成に行きましょう。はい。はい、ね、じゃあそのボタン2つ作った下にちょっとスペース空けて、英語で全部大文字で、テキストするよね。で、ランキング、英語で。うん、OK。で、そしたら今度は、日本語でその下に商品ランキングと。商品ランキング。うん、はい。はい。ですかね。そう、もうちょっと下の方に置いておこうかな、2つね。もうちょっとこんぐらいですかね。ぐらいですね。はい。そしたら、その下にね、画像、商品画像を8個並べたい。2×4 で並べたいので、まあ、まずは正方形を、そのガイドとガイドの、うん、間に正方形作りましょう。シフトキーを押したまま、長方形ついてね。はい。はい、でそしたら今度はその大きな四角のに重なるように、左上に重なるように 24×24 の小さな長方形を、うん、ちょっとすいません、一回選択を外して 24×24 の、うん、24と24、はい、できました、はい、でここに第1位第2位とかそんな感じの数字が、うんうんうん、まあ、とりあえず1、数字の1を入れましょう。はい、これも中央揃いですね、うん、そうね、あ、下の枠を一緒に選ばないとダメなんで、はい、完璧です。ました。そしたらその下、大きな四角の下に、うん、今度は商品情報を置きます。まずテキストツールで商品名をここに表示と打ちます。商品名をここに表示で、そうね、ちょっと今度は左揃えにしたいね。左揃えに、はい、それで OK。 そしたらもう一個、まあ、僕だったらこの場合は、ね、その下値段を置くのにめんどくさいので、はい、オプションキーを押したまま下にドラッグして商品名をここに置く、複製しちゃって、うん、で適当な金額7920円、円マーク書いて、今何やった、ちょっと待ってください、間違ってドラッグしちゃって、円マーク、7920円、うん、そんな感じで、はいはい、いいでしょう、はい。で基本的にはまあこれをどん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 繰り返して表示すればいいので、これをね、一回ちょっとグループ化していきましょう。全部、上の四角たちも含めて。全部、うん、全部選択して、こちらを
グループ化します。はい、で商品情報というグループ名にしてください。グループ名が商品情報。はい、はい、できました、うん、そしたらもうじゃあこれを8個並べるだけ と、 これはもしやおなじみのもう何度もやってきたと思いますけれども、リピートグリッド機能を使っていきたいんですが、はい、その前にアートボードちょっと広げないとね、下にね。あ、そうですね、全然入りそうにないので、うん、アートボード選択する方法2つあって、そう、上の名前を選ぶか、それか余白をダブルクリックするかで、どちらでも大丈夫。あ、なるほど。で下にビヨーンと、まあ、1600ぐらいまで高さまで、まあ、適当で開いてくる、はい、ざっくりとそしたらじゃあリピートグリッドしてみるかな。はい、選択、さっきの商品情報というグループを選択して、で右側のちょっと一回ね、また画面テロップを消してもらいます。はい、リピートグリッドっていうのがね、もう分かりやすくなるんだけど今ね、それちょっとボタンを押してください。そうするとハンドルが右と下に出てきて、何かできそうな予感。じゃあ右側のハンドルをぐっと右側に引っ張ってみてください。ぐっと、はい、なんか出てきた。ちょっともうちょっとアップして OK。 こんな感じで複製が簡単にできますよと、うん、線の幅もこのピンクでこう調整できますので、ギャップのね、15ギャップ15だよね、10ガイドの幅が15なんで、はい、で下に、4行出現させてあげれば、はい、はい、で各行の隙間は15です。各行のこの隙間も15、これ今20になっているので15ですね。はいいいですね。そしたらまあ簡単にね、8個の商品を送りました、うん、でとりあえず、今全部第1位になっちゃってるから、あ、この数字が、そうちょっとね大変なんだけど、1位から8位まで修正していってください。これは1からって作業ですか？そうです嫌だよねこんな嫌です。で目的のレイヤーにすぐにたどり着く方法はコマンドキーを押しながらクリックする、うんうん、ダブルクリックする必要がない、うん、これも便利ですね、はい、ひもっと簡単なやり方をこの後に言います ね、 ねこんな感じで、ね、予約したのにこんな感じで一個一個の情報を書き換えていくっていうのはまあ大変ですよと。まあ、ちょっとそのもっとねいいやり方をやる前に、その下にねボタンを1個追加します。もっと見るってボタン、情報別で、もっと、はい、情報系ツールで左と右のガイドとガイドの間いっぱいで、はい、高さはさっきと同じ48にしとこうかな。48で、はい、でテキストでもっと見ると言ってください。もっと見る、うん、こちらもこれで中央揃いに、はい、できましたね。そしたら最後のステップ、フッターを作ります、はい、ちょっと空いてる余白をうまく使ってフッター領域を作ります。情報系ツールでグッと、うん、はい、そんな感じで、でテキストをね打ちますよ。お問い合わせ、スペース、利用規約、あ、そのままスペースでよかったよ。あ、すいませんお問い合わせ、利用規約、はい、しないしちゃうか、スペースで、プライバシーポリシー、
カタカナ、カタカナでいいな。あ、すいません、プライバシーポリシー。はい、でお問い合わせのところちょっと改行自分で打っちゃったかな。あ、改行打っちゃいましたね。そうですね、スペースですね。はい、でその下に、もう一回テキストツールでコピーライトの表記を書くんでコピーライト、コピーライトは英語だね今度は。大体、違いますね、コピーライトなんか変な変換しちゃった。コピーまで OK でライトが違います。ここで無知がさらけ出されます。うん、Y の後が RIGHT、 W いらないよ、コピーライト。はい、でそのまま半角スペースで、日本語変換で多分 C で変換していけば丸 C が出てくると思うんだけど。お、出ますね。うん、近いかな。はい、で丸 C 入れたら最後は Adobe XD 取れると。XD 取れ。うん、まあいいやそれで。はい、こんな感じで、ちょっとが中央にうまくまとめてもらって、でこれらを全部まとめてグループ化します。フッターだけね。で名前はフッター、グループ名はフッター、名前をフッターに変更しました。ちょっと1個すっ飛ばしちゃったんだけど、そのもっと見るのボタンから、上のランキングの見出しまでをまとめてグループ化します。こちらと下全部ですか。そう、もっと見るまで、もっと見るまで、もっと見るもグループ化してないのかな、うん、まあまあそんな感じで、はい、ランキングの見出しから見るのボタンまでグループ化して、で、商品ランキングというグループ名にしておいてくれれば、はい。今日はね、このトピックは結構やることが多かったので、途中でうわーもうついていけないってなっちゃってるパターンがあるかもしれないんですけど、これアーカイブしますんで大丈夫です。もしこのスピードがちょっと速いと思う方はですね、まあ見るだけでもいいんじゃないかなと思います。なんとなく操作、あ、こういうことできるのねっていうのもいいと思います。もしくは、ついていけるところまで一緒に頑張ってもらって、ついていくなってなってからは見るだけにして、後からまたアーカイブで、続きをやっていただくっていうのもいいかと思います。はい。で、とりあえずわかんない、なんか疑問に思ったことはもうバン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 質問コーナーに書いてください。さて、ちょっとね、ボリュームが多かったトピック1。なんですけれども、はい、ここまででちょっとね、どんな質問が来ていたのか湯口さんにちょっと聞いてみたいと思うんですけども、よろしいですかね湯口さん。声がちょっと出てないですかね、はい、あ、 OK です。じゃあお願いします湯口さん。今回たくさん質問いただいてるんですけど、その中から1個だけ紹介したいと思います。ガイドをコピーすることはできますかっていう質問が来ていました。先ほどトコさんがやられてたみたいに、こうしっかりガイドをせっかく聞いたのに他にコピーできないともったいないですよね。この機能は存在しています。アートボード、ここだけガイドをつけてますね。こちらのアートボードを1個選択して、選択したアートボードにガイドがあることを確認してください。この時は1個だけがいいですね。で、表示からガイド、この中にガイドをコピーというコマンドがあるので押してください。は一つでも複数でもできて、アートボードドラッグして選択すると簡単ですね、複数選択するときは。でこの状態でまた表示メニューのガイドのペーストで、よく見るとペーストのところコントロール V、マックの場合はコマンド V ですね。ショートカットキーでもペーストはすることができます。コピーするときだけ気をつけてください。で、ペーストを押すと、先ほど作っていた、ガイドがちゃんとそれぞれの
アートボードに補正できました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとですね、僕の画面に一回してもらいたいんですけど、さっきのステップガイドで、今見なんだこのトピック1で扱ってきた、機能、それをそれぞれ一つずつ解説したすごい短い 2、3分の動画も xdtrail.com にはあります。で、例えばじゃあそうですね、ガイドの操作、これもうちょっと見たいなと思ったら、こんな感じでですね、続きを見れます。続きというか、機能の、解説動画を見れます。で、さらにはこの動画の中でやってるのと同じことができるように、この XE ファイルもダウンロードすることができますので、ぜひそれを活用して、この機能もうちょっと知りたいなと思ったら、使ってみてください。はい、じゃあちょっと画面戻してください。 OK です。そしたらちょっとポールの方を見てみましょうか。これ皆さんが、いろいろ質問に答えてくれたはずの、これじゃないな。これかな。はい、じゃあ画面お願いします。今日の皆さんの XE 利用経験、こんな感じで230の、魅力がありました。ありがとうございます。また増えてますね。試しに操作してみたことがあるって方が 33%、 使ったことない方が 26%、 まあ6割ぐらいの方が XE は実践でまだ使ったことはないという感じですね。なので多分いろいろまだ聞きたいことはいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこの番組を使ってうまく使ってですね、皆さんの疑問を解決してください。はい、ということで、ここから休憩に入ると思いますが、このまたこの休憩中もですね、次の第2問が答えられるようになっていると思いますので、ぜひ休憩しがてら、回答お願いします。では、19時44分まで休憩にしましょう。はい、ではまた後ほどお会いしましょう。